こんにちは。イヤホンヘッドの専門店、イヤホンの川ちゃんです。いつもイヤホン公式 YouTube チャンネルをご覧いただいて誠にありがとうございます。なんとですね、ついにイヤホンはチャンネル登録者数10万人を突破いたしました。ありがとうございます。現在チャンネルを支えていただいた視聴者の方々に対して感謝の気持ちを込めて、1月21日からチャンネル登録者数10万人突破企画のプレゼントキャンペーンを開催しております。 YouTube に出演しているイヤホンのスタッフが選んだ、イヤホンで販売している製品の中から自信を持っておすすめできる製品を総額なんと10万円分をピックアップ、抽選で1名様へプレゼントいたします。なんと10万円のオーディオが当たっちゃうキャンペーンをやっております。詳しいキャンペーン内容は動画概要欄に載せてますんで、こちらをチェックしてみてください。あとですね、このプレゼントキャンペーンに参加するのに必要なキーワードをこの動画のどこかでご案内いたします。最後までお見逃しのないようにお願いいたします。3回目となる今回の動画、私が選ばさせていただきました。プレゼントする製品の内容は今から動画でレビューと合わせてご紹介をしていきます。私かわちゃんがプレゼントを選ぶ際のコンセプトは、スマホの音源を、いつでもどこでも最高の音で、最強サブスク音源視聴環境セットでございます。プレゼント商品2つセットでございまして、1つ目がドドン、ロトゥーパウ S2USB プラスライトニングエディション、こちらイヤホンで、57,200円、税込みで販売しております。でもう一つが、ゼンハイザーの IE400 プロ、モニターイヤホンでございます。この2つのセットを、抽選で1名様にプレゼントいたします。近年 Apple Music や Amazon Music などのロスレスハイレゾ音源の配信が当たり前になっている世の中、スマートフォンにイヤホン直差しだとせっかくのいい音源を活かしきれないですよね。というわけで、まあせっかくいい音源を気軽に楽しんでいただけるようになったので、いつでもどこでもサブスク音源を最高に近い状態で楽しんでいただくべく組み合わせをチョイスいたしました。まず最初に選ばさせていただいたロトゥーパウ S2 は、見た目通りこちらスティック型の USB ダックアンプです。こんな感じで気軽に持ち運びができるサイズ感で、なおかつ音質最優先のアンプなんですよね。このサイズ感のオーディオの中では、音質最優先のアンプなので、どこでもいい音で、楽しめるというコンセプトにぴったりな、製品だと思い、こちらをチョイスいたしました。まさにダップに迫る音質で、人気の機種だった、スティック型ダックアンプ PAU S1 の後継機モデルで、コンパクトながらサイズを超えた圧倒的なパフォーマンスを実現した高性能なアンプでございます。ダックチップには AKM4377 を採用、パウゴールドやパウ5000などの高性能ダップを開発する際に培ってきたオーディオ技術が惜しみなく注がれております。小さな筐体にもかかわらず 3.5mm シングルエンドに加え 4.4mm のフルバランス出力を搭載しているのも特徴でございます。駆動力も強めで、そんなにインピーダンスの高いヘッドホンじゃなければ、もう全然余裕で駆動できるのもポイントになっております。こちらの筐体がですね、CNC 切削されたアルミニウム合金を採用しております。なんでね、こう質感がしっかりとしていて、まあ、ロトゥーの、ハイノダップに迫るような、高級感と精度感を感じます。ケーブルをスマホにつなぐだけ。つなげるだけで、まあ、ペアリングの操作とかなしで、単体プレイヤーに迫る音質が楽しめるのが特徴になっております。こちらのダックアンプですね、バッテリーを搭載しないタイプなので、こんな感じでスマホと接続することで電源が入ります。あとこんな感じですね、筐体内にスクリーンが搭載されております。今再生している音源のサンプリングレートなど一目見て確認できるので、まあ、それこそハイレゾ音源を再生するときとかにもいろいろ重宝しそうな感じですね。 USB Type-C to Type-C ケーブルに加え、 USB Type-C to Lightning ケーブルが付属するセットをプレゼントいたしますので、Android 加えて iPhone ユーザーの方もすぐにお使いいただけるセットになっております。こちらの音質なんですけども、一言で言うとくっきりと滑らかで、繊細なサウンドが特徴になっております。全体的にすごく滑らかで自然な響きが特徴です。解像感が非常に高くてですね、音がこうくっきりと浮かび上がるような体験ができます。
どの帯域も誇張が少なくニュートラルなバランス、味付けせず、音源に対してストレートに表現するタイプの、ダックアンプですね。いわゆる優等生タイプの製品です。ローエンドとトップエンドの帯域が、まあ、サイズからこのちっちゃいサイズから、想像できないほどしっかりと伸びるのが特徴。帯域の描写がとっても緻密で、繊細に細かく粒立つようなタイプに感じました。音の角はやや丸く落ち着いた印象も受けます。滑らかさと解像感の両立した音質は、ロトゥーの上位機種の DAP にも通ずる傾向で、どの製品も真面目な音作りがされているんだなと思いました。まあね、同じ価格帯の DAP に匹敵すると言いますか、まあ音質だけでもサイズ関係なく、その DAP 単体の DAPと音質で勝負できるぐらいのクオリティの、製品だと思います。スティック型ダックを探しの方で、まあ、とにかく音にいいものをお探しの方にぴったりの製品なんじゃないかなと思います。なので今回プレゼントキャンペーンのスマホの音源を、最高の音でというコンセプトにぴったりだと思います。またパウ S2 はローゲインとハイゲインで音質の傾向がそこそこ変わるのもポイントに感じました。ローゲインは中低域がとても滑らかで自然なバランス、ハイゲインモードではしっかりとした抑揚と広がりのあるサウンドステージが特徴です。駆動するオーディオの感度の他にも、まあ、好みの音質で切り替えも楽しめる、ゲインの切り替えも楽しめる製品と感じました。ここで今回のプレゼントキャンペーンに、必要な、キーワードを発表させていただきたいと思います。キーワードは小さいは正義、こちらでご応募ください。ぴったりな組み合わせとしてゼンハイザーの i400 Pro を選ばさせていただきました。こちらはイヤホンウェブ本店価格で 45,540 円の製品でございます。もう言わずと知れた老舗のメーカーゼンハイザーがプロフェッショナル向けに設計されたモニターイヤホンで、ゼンハイザーらしいダイナミック型ドライバーを1機搭載した製品でございます。なぜその BA が、主流なイヤモニ界で、ゼンハイザーがここまでダイナミックドライバーにこだわるかというと、ダイナミックドライバーは一つのみで広い帯域をカバーができるので、複数のドライバーを搭載した際に問題になってくる位相差やクロスオーバーの影響がなく、あとは大音量で聞いても歪みが少ないといったメリットがあります。ということで、まあ、ゼンハイザーは、イヤモニでもダイナミックドライバーが向いてると判断して搭載しているそうです。で、気になる音質なんですけども、音質は、とてもクリアで、特に中古域にかけての音の粒立ちが非常に細かい音質に感じました。ゼンハイザーの中では、まあ、ソリッドめな音質と言えるでしょう。ピシッとした音の立ち上がりが気持ちよくてですね、キビキビとレスポンスのいいサウンドが楽しめる製品です。あとはやっぱりダイナミックドライバーを採用しているおかげなのか、まあ、どの帯域も違和感が少なく、かつローエンドからトップエンドにかけてしっかりと伸びる再生レンジの高さも強みとなっております。あと他のイヤモニと比較すると低域部分が力強くて、タイトでこうグイグイと迫るようなパンチが持ち味です。低域強みではあるんですけども、味付けは少なくて、まあ、あくまでも音に対して忠実に再現するということが持ち味の、イヤモニです。ベースラインのうねりや響き、空気感に至るまで、パワフルでかつ緻密に再現してくれるのが大きな特徴です。なのでパウ S2 の、解像感が非常に高く、音がくっきりと浮かび上がるような特徴と非常に相性がいいと思います。遮音性が高いのもそうなんですけども、くっきりめな音質なので高音下の、リスニングにもぴったりな音質になっております。ぜひ、ガシガシ外に持ち出して聞いてみてください。サイズからは考えられないほどの音質になっております。以上、最後まで見ていただいてありがとうございます。動画概要欄に先ほど申し上げましたが、プレゼント企画のご案内、参加方法など記載してますので、ぜひアクセスしてみてください。あとはチャンネル登録と、高評価、プレゼントのご参加を、よろしくお願いいたします。以上、PR スタッフのかおちゃんがお送りいたしました。ではさようなら。